日向坂46、4期生がカラオケで大盛り上がり、冠番組日向坂ミュージックパレードがスタート。 MC は3時のヒロイン。日本テレビでは4月30日から日向坂46、4期生単独のテレビ初冠番組日向坂ミュージックパレード、火曜深夜0時59分関東ローカルがスタートする。日向坂ミュージックパレードは、歌好きの女子たちが集う都内某所にあるカラオケルームを舞台とした新感覚音楽バラエティ。一見ごく普通のどこにでもあるカラオケルームのようだが、一つだけここのカラオケにはちょっと変わった超限定的カラオケランキングのみを扱う趣向のカラオケルームなのだ。番組ではアニメフェスのお客さんに聞いたアニソンランキングやアイドル好き名人が選ぶ最強アイドルソングランキングなど超限定的カラオケランキングを毎回紹介。カラオケ大好きの4期生たちがマイク片手に熱唱する。 MC としてタッグを組むのは3時のヒロイン、ゆめっち、福田麻貴、かなで。姉を的立場でフレッシュな4期生の魅力を引き出していく。またカラオケルームには人気の乙ネタ芸人がふらりと遊びに来ることも。4期生も一緒に乙ネタ披露に挑戦したり、番組オリジナルのリズムゲームで盛り上がる。初回は2023年 SNS 人気楽曲ランキングを届ける。4期生のメンバーが好きな曲やハマった曲について語り尽くし、ランキングの中から藤島果歩がコントンキャンディのファジーネーブルをソロで歌唱。ゆうかのベビーユーに石塚陽妃、証言しようこ、渡辺里奈、竹内きらりがチャレンジする。人気の乙ネタ芸人と音楽で遊ぶコーナーは雨宮がゲスト出演。雨宮のギター演奏に合わせてメンバーが歌で自己紹介をする。意外な特技の公開からなぜかメンバーの暴露まで、個性あふれる自己紹介に注目だ。日向坂46、証言師は番組が決まったという嬉しいお知らせをいただいて、メンバー一同大盛り上がりでした。4期生はみんな個性的だし、音楽も大好きなので、そういった私たちの強みを出していけたらと意気込んでいましたと、番組決定時のメンバーの様子を明かす。また、収録はすごく楽しくて、初めて日向坂46以外のアーティストさんの楽曲でメンバーの歌声をしっかり聴けたのも新鮮でした。3時のヒロインの皆さんはとても優しくて、収録の合間も気さくに話しかけてくださるんです。メンバーのことを知ろうとしてくださっているのが嬉しかったですし、収録中もたくさんフォローしてくださって本当にありがたかったですと、初収録の感想も話し、音楽が好きな方にぜひ興味を持って楽しんでいただけるような番組にしたいですし、日向坂46のファンの皆さんには私たちのことをもっと知っていただけるように、メンバーの関係性や仲の良さをどんどんアピールしていけたらいいなと思いますと力を込める。そしてカラオケに関しては、愛子さんの曲がすごく好きで、映画声の形の主題歌の恋をしたのはという曲が本当に可愛くて大好きで、よく歌います。もしも自分がランキングの企画を考えるなら、デュエットしたくなるような曲みたいなのをランキング形式で集めて、ランクインした楽曲を実際にメンバーがデュエットで歌うのをやってみたいですと伝えた。藤島も番組のお話を聞いた時はメンバーみんなで喜び合いました。ずっと乃木坂46さんの乃木坂スター誕生、日本テレビを見ていた
たので、自分たちが4期生だけの冠番組をいただけるなんて本当にありがたいことですし、嬉しい気持ちでいっぱいでしたと喜びを語り、収録もすごく楽しかったです。3時のヒロインの皆さんとは初めてお会いしたのですが、とても優しくて、まるで女子会みたいな雰囲気で収録できたのも嬉しかったです。反省点もたくさんあるので、次の収録に活かせたらいいなと思います。4期生は個性あふれる子たちでいっぱいなので、番組でそれぞれの個性を存分に発揮して、皆さんにメンバーのこと、日向坂46のことを知っていただきたいです。歌の力に乗せて、たくさんの方に愛される番組になるように、4期生、みんなで頑張っていきたいと思いますと抱負を述べる。続けて、普段カラオケでは、これさんさんの曲をよく歌うんですが、お姉ちゃんにだけ部屋があったことまだ恨んでるのかなという曲が好きです。それから、気まぐれ、ロマンティックとか、生き物がかりさんの曲もよく歌いますといい、もしも自分がランキングの企画を考えるなら、3時のヒロインさんとも休憩中にお話をしていたのですが、失恋ソングランキングをやりたいです。失恋ソングってやっぱり女の子が好きなジャンルだと思うので、女の子の気持ちがギュッてなるような、そういう歌を歌ってみたいですと話している。一方、3時のヒロイン、福田はザ・バラエティというよりもカラオケルームにみんなでわちゃわちゃ集まってるみたいなコンセプトの番組なので、収録もリラックスしていて分け合い合いと楽しく喋って歌うという感じがすごく良かったです。私が子供の頃ってカラオケ番組って多かったと思うんですが、そういうちょっと懐かしい感じで一緒に歌えるような番組になっていると思います。日向坂46のファンの方は、グループの曲を歌うときと別の曲を歌うときの歌い方って違ったりすると思うので、4期生のメンバーのこんな表現力あるんだという部分も楽しんで欲しいですねと番組の魅力に触れる。ゆめっちはまるで友達とカラオケに来ているような雰囲気の番組なので、見てくださる方もテレビを見ながら一緒にカラオケをしている気分で盛り上がれると思います。トークではメンバー同士仲がいいのが伝わってくるので、そういう話を聞くと私も一ファンとして嬉しかったですね。今日の収録だけでも結構みんな伸び伸びしてくださっていたので、これからもっと元の部分やファンの方にまだ見せてない魅力が出てくるんじゃないかなと思いますと、メンバーの良さが引き出された番組であることをアピール。花では、収録は楽しかったですし、皆さんすごく可愛かったです。人数が多いので、もし名前を間違えちゃったらどうしようと心配でしたが、一人一人の個性が強くて、自分の持っているキャラクターを出してくれて、その心配入りませんでした。藤島さんはすごく歌が上手なのですが、今回ソロで初めてテレビで歌うと知って驚きました。歌やダンスが得意だったり、トークが面白かったり、皆さんの新たな一面を見られる番組になるんじゃないかなと思いますと手応えを覗かせている。また、収録で魅力を発揮していたメンバーに関して、いっぱいいるんですけど、私は渡辺、里奈さんと平岡、海月さんが気になりますね。渡辺さんは、高校1年なのに落ち着きすぎているかっこ笑い。説明もうまいし、トークも面白かったです。平岡さんは本当にムードメーカーみたいな感じで、いてくれたらすごく助かるキャラクターですね。福田、宮地、すみれさんと渡辺さんは自分を持っているというか不思議な魅力があって、生まれ持った素質を感じました。小西、夏奈美さんは自己紹介がすごくキャッチーで忘れられないですね。証言師さんも堂々としていて好
好きなものを語る姿がすごく可愛いなと思いました。ゆめっち宮地さんのキャラが濃くてすごく面白くて踊るさんま御殿日本テレビ系とかで一緒になりたくないと思いました。かっこ笑い。あとは社会人経験があるという山下鳩目花さん、もっちゃんキャラが面白くて自称インテリなのもツボです。ひなげとそれぞれ名前を挙げている。ドラマガイド最新シーズン、ドラマガイドシーズン2024年春 TV ドラマガイド2024年4月5月6月にスタートする春ドラマの出演者、主題歌、見どころ、会見情報、深夜ドラマや BS で放送されるドラマも含め曜日ごとに一覧でお届け。連続テレビ小説虎に翼、石原さとみ、亀梨和也、デスティニー、山下智久主演、ブルーモーメント、赤楚守に錦戸亮、リベンジ欲望の果てにマイナス、永瀬廉主演、東京タワー、長谷川博美主演、アンチヒーローエトセトラ。連続ドラマの情報をまとめてチェック。2024年冬 TV ドラマガイド、吉高由里子、江本優で送る NHK 大河ドラマ光る君へ、山下智久、福原遥、正直不動産に桜井翔主演、真空光線居、渡辺翔太主演、先生さようなら、道枝駿佑主演、マルスゼロの革命マイナス、阿部サダヲ主演、不適切にも程がある、永野芽郁、山田裕貴、君が心をくれたからなど、2024年の冬に放送がスタートする連続ドラマを大特集。あらすじ、出演者や記者会見リポートなどを随時更新します。